出ないな。怪しいな、動きが。回ってるんでいるかもしれないですね。見た方がいいですね。さっさと前どうぞ。あ、いや、大丈夫大丈夫、そのまま投げて。青物、これマグロ入っ見えだ。後ろ、ああ、ワラサだこれ。まあな、ワラサさ出てくればな。ワラサですか。ワラサですけど、そのワラサを狙って出てくる場合もあるんで。はいはい。ただマグロは今ちょっと見えてない。寒くなったから体温めるみたいな。極力ですね、そのナブラに対してそのまっすぐにロッドを向けて、できればこう横からとかではなくて真上からそのリードを真上に向けて、できればそのままこう素直にナブラに対してまっすぐ投げるような形で、この例えばタラシとかリリースポイントっていうのはどうしてもそのどんな風に例えばアゲンストでナブラにつけるのかとか、そのフォローでつけるのか、誘い出しでキャスするのかっていうところによって、まあそのリリースポイントだとかタラシだとか変わってくるんですけど、まあ今はとりあえずそのこの風でフォローで誘い出しのように投げるようなイメージで今キャストしています。まあコツといってはなんですけど、必ずちゃんとステイさせるっていうのがこうマグロ釣りにおいてはこれがキーポイントになります。短くても長くても確実に止める。できれば、反応があったりとか、何人かかかってる、もしくはその、追ってきてるような、分かるような状態だと、もう、できるだけ長めに、本当に3秒から5秒ぐらい、
ちゃんとそのステイさせる時間をとってもいいかと思います。でもほぼほぼそのこうやって動かして1、2、3ってこの止まってる時にドカーンと出ますから、ここのステイさせる時間をちゃんとで、こんだけこう行ってもやっぱりこう誘い出しだとちゃんと待てるんですけど、なぐらだと結構ねそのこの止める時間をこう忘れちゃう人が多いんで、まあそこは焦るとは思いますけど、ちゃんと時間を取ってやるように。残念ながらノーチャンスでした今日は。まあまあでも、まあでも来てよかったです。はい、釣り中マグロ部第3回目遠征はですね、ゼロでした。ね、全くノーチャンスでしたけども、いや本当にあの山田選手はもうできる限りのことをしていただきました。ところがですね、やっぱり今日は全然ダメだった感じで、どうでしょう、あの佐藤さん、何を食べてたんですかね、今日は。まあ、あの煽りですね。煽りですか、うん、そういう感じだと、ナムラにはならないです。ならないと、うん、ならないです、うん、なかなか手も足も出ませんね、やっぱりそうなると、うん、まあそもそもね、やっぱりもうそのなんて近くで起きるシーラナブラを期待してという、はいはいはい、小さなチャンスをこう待つしかないんですけど、はいはい、まあそのチャンスもなかったですね今日ね、一瞬のチャンスもなかったかな、まあまさに釣りというのはやっぱりあれですね、こう坊主で帰ることも釣りの一つなので、いやもうだってマグロはだってそれが本来それが当たり前な釣りですから、うん、まあね、昨日のお話もあれですけども、桜松は最初釣ってから2年間でしたっけ、うん、400兆個ぐらいダメだったってお話をしてました。並木さん、はい、バスを釣ってから釣りに行ってから釣るまで小6で初トライして高2までかかりましたね。いやいや、もうなんかその話が聞けたのは今回一番の収穫だったんじゃないかという本当にですね、まあ、釣りというものはなかなかそんなにうまくいかないからこそ中毒になるという側面がありましてですね、懲りずに頑張っていきたいと思います。じゃあ今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。でも煽りを追ってる人、煽りかも群れでこんなこういう人なんで、スルメとかヤリイカとかの群れ自体は大きい。大きいですね。それは浮かだんですか。アオリイカだんですか。アオリイカとかスルメイカだんですか。これぐらいにこう。いや、もうその時ですけど、はい、あんなでも続く時だって2個も3個も続くんですよ。こんななんかこう真っ黒です、はい、ずっとイカがそういうなってるの見たことないんで、あ、でなんかイワシとかね、そういうサンマだったらイカボールありますよ、新潟とかでもありますよ、握れないから真上に飛ぶんですよ、はい、一生懸命、うん、だがそういうの見えるだけでもね、今日だって青物のナブラで
ね、あのちょっとあったじゃないですか、はいはいはい、それでも自分はね、ワクワク興奮した。これありがとうございました。はいはい、でも昔はいなかったでしょ、アオリって。多分こっちの方って、うまいもん食べてんな、やつらね。サンマでしょ、イカでしょ。あ、シイラはそんなうまくないかもしれんけど、他の方がね。でもね、多分マグロは一番好きなのシイラーだと思うぐらい、やっぱりシイラーには興奮するんですよね。なんでですか。一匹あたり大きいから腹いっぱいになるみたいな。いやー、どうなのかな、あれ味が好きなんじゃないですか。シーラーの時脂乗ってますよね、シーラーもね、何気にね。シーラーの時はもう本当に狂ってますからね、はい、昨日の宿の写真じゃないけどね。そう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 、シイラ売ってる時はだって昨日あの宿にあった写真、でっかいマグロがもう空中飛んでる時にシイラこうこうやってましたよ ね。あれ一回離すんですよ、弱らして離して、はい、離してもう一回で頭から今度す、頭から行かないとね、引っかかって飲めないんですよ、うんうん、じゃあ最初体当たり的な加えをやって、そうそうそう、もうこう潜った後離してダメージ与えたところは頭からですか。はい、熱帯魚もみんな同じですから、はあはあはあ、飼ったことある人がいればみんな、うん、あの、はい、必ず分かるんですけど、じゃあルアーも最初は横から、それでもルアーぐらいのサイズだと、あ、こいつは頭からいけんなとか言って頑張って、そうですね、うん、まあ大きさによってはこうかじってそのままこう、はい、かじりながら頭からこう行く場合もあるでしょうけど、まあ大きいやつはまあ一回離してこう、はい、あの反転してから食いますよ。今日佐藤さんが投げてナイルアだと、あ、出たらやっぱりちょっと待ってから合わせるんですか、それともこうじゃあこうやってで、うん、ね、まあ、大抵ポーズ中にやっぱ出るわけです。ポーズ中に出るんで、そしたらちょっと送ります。いや、そこはね、うん、その多分一生かかっても悩んでるところだと思うんですよ、はい、はあはあ、ただ あまりにそのよくいろんな人の映像なんかでこう合わせを考えてる、うんうん、でもあれは逆にマイナスで、あの追い合わせっていうのはしない方が、はあ、しすぎない方が、あの口の中でも滑って、はい、大概はもう反対に走った時点で勘抜きにずれてかかるんで、はい、うん、なるほどなるほど、かかるべきとこにこうスッとこうはまるわけですね。そうですね、だから合わせっていうのは、はい、あの合わせる合わせじゃなくて合わせを完成させるためのきっかけ作りだと思うんですよ、バンって合わせるの、はいはいはい、でびっくりして反対に走るじゃないですか、魚、はいはいはい、そうすることによって勘抜きにかかるんで、なるほど、あの口大概ね最初はこう先っちょの方にかかってるんですよ、はいはい、で口の中がちぎれてちぎれて、はいはい、こっち行くか、あで外側に出てきて、はいはい、うん、じゃあ中でちぎれて滑っていくんですね、針がね。そうです、一番この外側の皮たいところとの境目が出るのか、そうです、そうです、手前にこうね、うん、そのこっち向かってきた時なんかすごい難しいんですけどね、はい、あ、やっぱでもそういう時もあるんですよ、ね、ありますあります、汗効かないですもんね、効かないですよ、ね、もう吹けて吹けて、うん、あっと思った時はもう外れてるっていう、うん、でまあ基本投げてこうやって出ました、出たら 一発目は軽くこう、基本はとにかく早くテンション入れて、うんうんうん、まあ、あのテンション来た、ロットがこうグーっていって、ロットがギューって曲がった時点で一括ガーッ、一発ガーッて入れると、まあまあな確率でこの方向に走るんですよ、うん、そうしてくれると、まず口の中滑っていって勘抜きにかかるんで、あとはもう合わせは絶対あの必要ないというか、むしろ逆にそこにかかった状態で合わせすぎると今度逆に滑ってきて取れちゃうんですよ、なるほど、だから合わせはもうあの絶対いらないというか、はい、うん、逆に走って腹筋が決まるぐらいドラグも閉まってますもんね、そうですね、それで走ることでどんどん下がっていく、ただ弱すぎる人はまたこれちょっと別だと思うんで、はい、うんうんうん、
弱すぎるとフッキングもこう決まらないんで、うん、ある程度のやっぱりあのドラグはかけといた方がいいかなという、うん、終わんない終わんないですね、会話が尽きないです次のチャンス来た時にね、今のレクチャーをずっと覚えてる